ということで、先ほどですね、証人尋問させていただきました。杉浦前、土木部長がですね、机を叩かれたと。自分は1回か2回か、これは私は明確なパワハラだと思いますけども。一度やったこと、記憶があります。新聞に、はい、フェニックス不動の、公安の、計画のプランがバーンと出てたんですね。はい、で、なんなんこれはっていうふうに、朝の車の中で、もうそこで、こういったことはちゃんと報告をしていただかないといけないんじゃないですか、机をですね、確かこう、ポッと叩かして、叩いてしまったっていうことは。選挙でですね、就任された2ヶ月後、2021年の9月にですね、尼崎フェニックス用地を含む尼崎港管理計画がですね、当時の神戸新聞にですね、掲載されたときに、当時のですね、土木局長と公安課長を知事室に呼んで、叱責をされたと。聞いてないということと、いうことで、先ほどですね、証人尋問させていただきました。杉浦前、土木部長がですね、机を叩かれたと。自分は1回か2回か、どちらかだと。私は2人、その叩かれた側の方の証言を得てますけども、その方は平手で下に2回だとおっしゃってるんです。どっちにしても1回か2回かが事実だと思いますけども、これは私は明確なパワハラだと思いますけども、ご自身でそのことをした記憶がありますか？また、パワハラだと思われますか？お伺いします。まずは、そしたら、やったことがあるか、覚えているか。そうですね。一度やったこと、記憶があります。これは、机を叩いたという、指摘がある中で、私はずっとですね、何のことだろうっていうふうにずっと考えててですね、覚え出すことができなかったんですけど、今回質問ということで考えてみたときに、もう3年前の、私は就任直後だと思ってます。就任直後のときに、朝の確か新聞に、フェニックス不動の、公安の計画のプランがバーンと出てたんですね。で、これは、私自身はそこの認識を全く理解してなかったので、なんなんこれはっていうふうに朝の車の中で思ったということだったと思います。それで、担当の確か、当時の土木部の次長ですね、それから私の記憶では当時の副知事もいたんじゃないかなっていう気はしますけども、そこで、こういったことはちゃんと報告をしていただかないといけないんじゃないですかというふうにお伝えしました。で、その時に、私もやはり反省しなきゃいけないんですけど、思わず、机をですね、確かこうポッと叩いてしまったということは記憶してまして、ただこれは、やはりこれ知事就任直後だったんで、やっぱり県庁に、ちょっと説明させていただいていいですか、県庁に一人でこう来ることになってですね、そんな中で、自分が知らないところで、業務が既成事実として進められていってしまうということをされようとしてるんじゃないかって、今から考えれば、そんなことはないとは思うんですけど、そういったちょっと不安を強く抱いたもんですから、そこで当時の公安部、公安の次長さんと、確か副知事に、ちゃんとこういったことは報告してくださいということをお願い申し上げた中で、私も選挙戦直後で、かなり緊張感と、やっぱり気がこう高ぶってた時もあるので、思わず叩いてしまったということは事実ですけども、これはいろんな理由があるとはいえ、行為としては適切じゃなかったと思うんで、当時おられた方にはお詫び申し上げたいですし、直接謝罪をしたいというふうに思います。知事、選挙でですね、通ってすぐだから何ヶ月から関係ないですよ。530万人の代表として8月1日からも任期を得てるわけですから、そのすぐだからと言い訳、それは絶対認められません。それと、もう最後にお聞きしますけども、肉体的に、パワハラだという認識があるかどうか。そうです。だからそれを今からお聞きします。机を叩いたですね、要は、威嚇する行為ですよね。これは精神的、肉体的に相手にプレッシャーを与える行為なんです。これは、どう考えてもパワハラに該当するんですけど、今、お詫びということはありましたけど、これはパワハラだとさすがに認められませんか？
まあ就任直後がとはいえ、まあそういった行為をしたということは適切ではなかったと思います。それで不快に思わせたりしたこともあると思います。でこれはまあやはり私も当時さっき申し上げた通り、まあ、知事になって、まあ、これから頑張ろうっていこうという矢先に、まあ、そういったことになったんで、思わずやってしまったというところがあって、まあ、これはお詫びを申し上げたいと思います。で、これがいろんな事情があるといえ、不適切な行為だったということは確かです。で、これはパワハラに該当するかっていうのは、私はこれは委員会等で認定していただければいいと思いますけど、認定をまあ進めていくということになると思いますけど、私としては、まずはこの行為については、率直にお詫びを申し上げたいと思っています。はい。